本日の石紹介ということで、こちらの石は何という石でしょうか。あ、これはローズクォーズという名前です。ローズクォーズ、はい、ローズってバラ。あ、そうですね、バラのようなっていう、まあ、意味合いはローズなんですけど、まあ、色的なもので。あ、この日本語名がベニズイショウかな。ベニズイショウ、あ、くれないの赤のベニ、赤い水晶っていうことで、はい、ローズクォーズっていう名前になってます。綺麗なピンク色、赤っていうかね。そうですね、はい。大体このローズクォーズっていうのはこのピンク色っぽい感じ。ローズはそうですね、水晶の中でもピンク色のものを、赤っていうよりもピンクっぽい、はい、うん、そうですね。はあ、このローズ水晶はなんかどんな意味合いが。これは安らぎと自信を与えてくれるっていう意味が。安らぎと自信なんかいいとこ取りみたいな石ですね。そうですね、あの癒しの石ですよね。へえ、はい、とか、あとは恋愛成就とかね。恋愛成就、はい、恋愛。あ、じゃあもうこれさえ買っとけば恋愛が成就する。まあ、そうですね、その可能性は高いかもしれないですね。可能性は高いかもしれない、はい、かもしれないっていうのが一番大事ですからね。これ、これでも本当綺麗なので、はい、なんか本当置物としてね。そうですね、で表面だけ磨いてあります。これポイント型って言われる先っぽが、はい、あのとんがってるポイント型って言うんですけど、ローズクォーツポイント型。そうです。で、ここのここが、ここのこの表面だけが磨いてる、磨いてるあります。ここは原石ですね、横の部分は。あ、下のね、ちょっとゴツゴツしたから、ね、はい、で、こっちは綺麗に磨いてある。はい、なるほど。これどんな方に、じゃあその恋愛成就したい方とか。そうですね、なんかこう自分に自信のない方とかにもね、おすすめですね。なるほど。一歩進めないとか、こう恋愛に対してこう一歩、この私はなんか一歩踏み出せないわっていう方とかにもいいですね。なるほど。これをいくらぐらいするんですか。これが、まあ、大体2000円とかぐらいだと思います。あ、お手頃の。お手頃方ですね。ね、なんかすごいしっかりして、うん、本当に綺麗な石なんですけど、ピンクで可愛いらしい。2000円前後ぐらいで。はい、ブラジルさんです。あ、なるほどね。じゃあ意外と手軽に。そうですね、お手軽で、よくまあ昔から馴染みが、水晶とローズクォーツ馴染みが、あれしかな、水晶、ローズ、アメジストとかはね。じゃあなんか石買ったことない方とかは、このローズクォーツから入ったらいい。そうですね、可愛いなっていうので、ね、いいと思います。ね、別になんかこう石がどうのってことじゃなくて、本当に綺麗な置物として、はい、可愛いローズクォーツ、ぜひ恋愛成就。